そこでね、またね、手首のね、角度を調整して、ここでタブレットとかもね、このね、包まれる感じは、初めてですね、いろいろな椅子レビューしてきましたけど、皆さんこんにちは、戸田悟です。今回は、ちょっと久々にですね、オフィスチェア、椅子ですね、レビューしていきたいと思います。まあ僕ね、結構椅子何台もレビューしてますが、こういう仕事をしたからこんなにレビューできてるんですけれども、やっぱりね、いい椅子、体に合った椅子を使うとですね、 作業効率も上がるし疲労感も少なくなると僕は思っております。疲れ方がね。 違うように思います。今回紹介するのは、ハバダというブランドのですね、椅子なんですが、これ僕前から使ってて、めちゃめちゃ腰のサポートがいいんですが、さらに良くなってるということで楽しみにしております。ハバダ E3 エルゴノミックスオフィスチェア、E3 プロという名称で Amazon にはあると思います。早速ね、組み立てていきましょう。まずね、箱から中に入っているものを全部出してみました。結構ね、もう質感が良さそうでとって とても楽しみですね。ではですね、まずちょっと説明書を見ていきましょう。こちらがですね、中に入っていた説明書ですね。各国語対応なんですが、日本語のページもきちんと用意されておりまして、これ部品リストですね。まあ念のためにですね、箱を開けたらね、足りないものがないかチェックしておきましょう。 で、部品リストにね、この、例えば、たくさん使うね、えー、ボルトもこう出てますけれども、ボルト自体にもアルファベットがついてるので、とってもわかりやすい、間違える心配、まずないのではないかなぁと思います。あとね、えー、組み立ての手順もこんな風にね、えー、全部書いてあります。点数多いんですけど、思っ たよりは簡単そうなな気ががしますがやってみないと分かんないですよねということで、早速、組み立てていきましょう。それではね、手順に従って組み立てていきます。まずですね、ベースにね、足を差し込んで、ボルト F で止めるということで、足をね、差し込んでいきます。これにね、この足を差し込むと、こういうことですね。こういうことですね。で、ここを、 F で止めるということで、ネジをね、止めていきます。今回はですね、電動のドライバーを使って六角のね、レンチで締めていきます。もちろん、このね、レンチを使って組み立てることも全然できます。僕はたまたまね、この電動ドライバーを持っているので、時間短縮のために使っていきます。電動ドライバー使った後はですね、最後の増し締めはやっぱり手でやった方が、 安心だと思いますので、まあ僕もね、そのようにしてますし、皆さんが組み立てるときも、最後の増し締めは手で、えー、このね、付属の六角レンチ使って手で増し締めすることをお勧めします。続いてね、タイヤをはめていきます。もうこれはね、はめるだけなので、まあ簡単ですね。続いて、このガスシリンダーをね、この中心に差し込みます。めちゃくちゃこのメッキがかっこいいですよね。 これね、そんなに高いチアじゃないんですけれども、高級感はバッチリですね。これね、会社とか自宅に置いたら映えると思いますよ。はい、えー、今回レビューしてるモデルはオットマン付きなのでね、今オットマンをこう取り付けました。こんな感じでね、こうやって足を乗っけることができます。で、しまうときは伸ばしてあげて、こっちに持ってきてこうしまうとお。こういう感じで動くのだと思います。続いてね、台座を取り付けていきます。 こういう時は仮にね止めといて後でねちゃんと回すのがコツだと僕は思っておりますはい、えー、ここはねかなりしっかり締めた方がいいと、後でねガタつくの嫌じゃないですかしっかりね締めた方がいいと思いますはい続いてね、えー、この背もたれ部分にアームレストのアームレストの土台と言っていいかもしれませんね、えー、を取り付けていきます結構長いネジでね取り付けるようですねこれね 回んないこっちはもう回んないので手動でね回してあげる必要がありますねこれでね回していきます回してしっかりと組み付けていきます続いてですねこのアームレストをねこの土台にこうやって入れてここのねネジを締めていきますはい続いてねいよいよ座面と背もたれの部分をこのね3つのネジで連結させていきますここね 締めるということですよねこの作業だけはちょっと一人じゃ厳しいかもしれませんね。誰かに手伝って、えー、上だけね持ってもらっていた方がはい、えー、安心な気がします。はい続いてねここの穴にこのねスタンドの部分にこう上からガチャンと乗っけることになります。これもできれば2人でやった方がいいかもしれません。はい続いてねヘッドレストを取り付けました。下からねあとネジを締めて固定します。 ということで、ハバダ E3 エルゴノミクスオフィスチェアの組み立てが完了しました。これね、ちょっと今座ってみてるんですけど、めちゃくちゃいいですよ。特に僕はね、腰が感動しましたけれども、各部のね、動きを説明していきたいと思いますけれども、組み立てにかかった時間は、まあ2、30分って感じですかね。えー、一部だけ2人いた方が、 一、まあ、人でも大丈夫ですけど、一部分は二人いた方がいいと思います。で、今回撮影のために床にね、直にパーツを置いて組み立てましたけど、やっぱりね、あの、椅子が入ってきた段ボールとかを開いて、床の上に段ボールを置いてその上で組み立てた方が、万が一パーツを置くことしたりしても傷にならないので、その方が安心だと思います。実は僕の本業は作家なんですよ。もう本160冊ぐらい書いてるんでね、椅子に座って書いてること多いんですけど、 軽椎ヘレニアなんです。やっぱり首に来るんですよねで。首をここにね、どれだけ持たせかけることができるかで、疲れ方だいぶ違ってくると、まあ、僕は思ってるんですけれども、で、このね、えー、首の部分が 4D 二軸ネックピローという形で、結構ね、動きがすごいです。まずね、上下に動きます。こういうふうにね、上に行ったり、下に下がったりと、上下に動きます。それから、ちょっとね、上げた状態で、前後に動きます。ほら、今ね、下げました。 で前に出すこともできますさらにここの角度も変わるんですよここの角度も変わりますなので自分のね首に合わせてベストな位置に調整可能なんですよ僕はこれぐらいがベストかな首の重さをここに預けてこうねパソコンの作業とかができるわけです非常にねこれいいと思いますねでさらにもうちょっとねあえてこれを前に出して 下げるとはい、えー、さらにこんな角度にもできるのでよりねこう深く腰掛けてやや上を見る感じで寝そべってこうキーボード入力なんかする時はこんな角度でもいいかもしれません首の部分が相当動くのは首が疲れやすい私にとっては好印象でございますはいこんな形でね首にぴったりこれね前に出てくるので自分のね好みの位置に合わせて首をこう預けられるのでグッジョ非常にね首が疲れやすい方にはいいかなと思います このね、アームレストもなかなか面白いびっくりしますよ。普通にね、使ってる時はこんな感じ。ここがね、ちょうどこの R が肘に当たってね、こう手がね、ピッと合うんですけれども、ポイントがね、ここにね、白いボタンがあるんですよ。で、このボタンを使って、角度をこういう風にできるんですよね。こういう風に。これね、僕初めて見ました。さらに、こういう風に回転もします。なので、回転させといて、このね、 この軸を上げてこういういう,うにすると何がいいかっていうとスマホを操作する時にめちゃめちゃ手が楽とこれはねちょっと初めて見ましためちゃめちゃこれ手楽ですね こんな形でスマホを操作すると手が楽。よく考えるな、こんなことを。これはね、ちょっとびっくりです。便利です。はい、もちろんね、これ高さもこのようにね、好みに合わせてあげることができます。前に出すこともね、できます。今ね、目いっぱい前に出てます。肘の位置に合わせてね、えー、位置を前に出したり、後ろに下げたりと。はい、これ下がってますね。はい、でこれで前に出てますと。 いう形で、えー、位置も自由にに変えられまますす横にねレバーが本ついてますね、えー、後でお見せしますがこのレバーはこの座面のねスライドでこのレバーは角度のロックとロックオフそれから高さ調整ですねちょっとこれね今やってみましょうまずね、えー、高さ調節これで今下がってますでこうやってね上がってますまたねちょっと下げますはいこんな感じでそれからですね今はこう,こういうふうに結構ね 寝られますねこのね寝る時のこの感触の穏やかさが結構いいですねバタンといっても嫌だし力かなり入れないきゃ寝られないのも嫌なんですけどちょうどいい感じでこのねレバーを押すとロックになって寝られなくなりますこここのの辺ででで止めよううと思ったらこれでもうこの角度ままりますだから普段作業する時は自分のベストな角度にしておいてあー疲れたなーっていう時はこれを引っ張ってね こうやって寝かせばいいと。で、さらにね、オットマンが出ますので、ちょっとね、出してみますよ、ね。こんな感じ。で、こう出ますので、これがね、いいかな。こんな感じではい。もうほぼ寝られますね。疲れた時には、こんな姿勢でね、寝てもいいですし、そこでね、またね、 手首のね、角度を調整して、ここでタブレットとかをね、操作してもいいかもしれません。はい。このレバーで座面のね、スライドができます。今一番前に出してます。で、レバーを、ほら、これでね、後ろに行ってます。もう一回前に出しますね。こんな感じ。はい。可動域が広いので、身長がね、高い方でも低い方でも、ベストなね、セッティングが見つかるはずです。このね、腰のランバーサポート部分が、このモデルの肝だと思ってます。今ね、 このランバーソポット横の部分がこうやってカチカチカチって動くんですよ。だから腰に完璧にフィットできるわけですね。でさらに高さが7.5センチ最大ね、動きます。でさらに前後もね、今出してますけれども、こういう風にね、2.5センチね、ここが動きます。高さとね、それから前後動きまして、さらに横で腰をホールドできると。 素晴らししいいのでではないでしょうか今ね僕の体に合わせてねセットしてみたんですがこのね包まれる感じは初めてですねいろいろな椅子レビューしてきましたけどここまでね自分の体にフィットする感じは初めてですで体重その腰から上の体重が腰ピンポイントではなくてここにもかかってくるわけですよだから体重がねかなり分散される感じ <Good job. S 1> でおそらくねこれ長時間座っていても楽ではないかなと思います はい。今ね、後ろから映してますけれども、ここね、肩、それから首、それから腰のね、この T 字型をコンセプトに開発された製品ということで、これがですね、ハバダ E3 オリジナル T 字型サポートシステムというふうにメーカーは呼んでますけれども、腰と首と肩をサポートすること、この T 字によってね、長時間楽に座れるというのがコンセプトです。ということでですね、 ハバダの E3 エルゴノミクスオフィスチェア。アマゾンのページではね、E3 プロとなっておりますけれども、レビューしてまいりました。いかがでしたでしょうか。さて、気になるのが価格だと思いますけれども、このレビューをね、撮ってる時点では、66,890円の1万円オフになっているので、まあ、5万6,000円前後で購入できるというわけですね。僕、いろいろな椅子をレビューしてきましたけれども、かなり いいいと思います特にね今も座ってますけどこの腰のサポートもう一回座ったらねやめられません本当にいいと思いますでねこれまでに例えばね2万円とか3万円ぐらいの椅子を買ってね満足できない方買い買えてもいいんじゃないでしょうかもちろんね初めて買う方もこのクラスを買った方が結果として満足できるし長期間ね気分よく使えるのではないかなと思います 今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それからメンバーシップもスタートしておりますので、興味のある方はぜひ参加してください。メンバー先出しのね、動画公開とか、メンバー限定のライブ配信。 それからね、リアルのイベントの優待等もございます。またメンバーシップに加入していただきますと、戸田悟ファンクラブに無料でご招待します。でこの戸田悟ファンクラブでは抽選でですね、毎月僕がレビューした製品の一部、だいたい5製品から7製品ぐらいが多いんですが、プレゼントしておりますので、ふるってご応募ください。<music>